こんにちは、サロンワーク動画です。今回のお客様はシンプルなんですけれども、とっても可愛いワンカラーにオーロラパウダーを重ねたネイルのオーダーです。まずは前回のジェルネイルからオフをしていきます。オフはいつも通りネイルマシーンで先端の長さを短くしてから表面を削っていきます。そしてちょっとね、今回サロンワーク中に動画を撮るときに私が間違ってボタンを押してしまったみたいでですね、オフの動画がここで終わってしまいます。なんか間違えちゃって、もう片手のオフをずっと撮っていたみたいで、ずっと画面が見切れていたんですね。なのでまたこちら途中からになってしまいますが、オフの続きはここからです。爪の先端の方がまだ溶けていないときは、もう一度ジェルネイルの表面のみファイルで削ってから、もう一度オフの溶液で巻いて溶かしていきます。爪の先端の方は下に指の部分がないので温度が低いです。で、温度が温かい方がジェルネイルは溶けるのが早いんですね。なので先端の方が溶けていない時や溶けづらい場合は、少しだけジェルネイルの表面を削ってもう一度溶かしていきます。この時に地爪の方まで一緒に削らないように気をつけてくださいね。ジェルネイルのオフが終わった指からどんどん爪の先端の形も整えていきます。今回のオーダーは長さはギリギリで爪の形に合うようにということだったので、ラウンドで整えさせていただきました。すべての指のジェルネイルのオフが終わったら甘皮を押し上げていきます。私はサロンワークの時はいつもグリーンポイントというマシーンのビットを使って押し上げているので、メタルプッシャーは使わないんですね。使わなくてグリーンポイントで甘皮を押し上げていきます。グリーンポイントで甘皮を押し上げていく時のコツは、必ずサイドから入ってコーナー甘皮周り、また反対側のコーナーサイドというようにマシンのビットをつなげてあげていきます。ところどころ気になるところだけビットを当てていったりすると綺麗に押し上がらないので、順番にスムーズにつなげてあげていきます。スポンジのバッファーを使って爪の表面をスムーズにしていきます。この時かけすぎると爪が薄くなってしまって、ジェルネイルが浮きやすい爪になってしまうので、もうね、爪の表面のツヤをなくしたりとか、あとはちょっとオフで毛羽立っている気になる部分がある場合は、そのあたりをスムーズにするような気持ちで軽い力でかけていってくださいね。キューティクルニッパーを使って甘皮を処理していきます。少し気になるところがあるときはもう一度グリーンポイントをかけたり、もしくはもうちょっと深くしたいなポケットをというときは、オニクリーンというビットを使うときもありますよ。下準備が終わったらプレプライマーを塗ります。プレプライマーはジェルネイルの持ちを良くするために、爪の表面の水分や油分を調節してくれる液体なので、塗ったら数秒だけ待ってしっかり乾燥してからベースジェルを塗っていきます。根元から先端サイドしっかりとベースジェルを塗っていきます。ベースジェルは厚く塗りすぎてしまっても、薄く塗りすぎてしまっても浮きやすい原因となってしまうので、適量を塗ってください。サロンワークをしているとベースジェルはどうしてもお客様によって合う合わないというものがあるので、肌の化粧水や乳液と一緒ですね。お客様の体質によってこのジェルだと浮きやすい、このジェルだと長持ちするっていうのがお客様によってバラバラなので、いくつかのメーカーさんのベースジェルを用意しておくのがおすすめです。ワンカラーを塗ります。今回のお客様のオーダーはカラーチャートから選んでくださったんですけれども、プリジェルのマカロンシリーズという可愛いくすみパステルシアカラーシリーズがあるんですけれども、そこからミントマカロンというカラーを選んでくださいました。こちらを
まず二度塗りしたらノンワイプトップジェルを塗ります。オーロラパウダーまたはあとユニコーンパウダーとかミラーパウダー系を使うときは必ずノンワイプトップを塗ってしっかり硬化して未硬化ジェルがない状態でパウダーをこすっていきます。ノンワイプトップはしっかりと LED ランプで30秒硬化してください。硬化が足りなくて未硬化ジェルが残っていたり、もしくは硬化しすぎだったり、あとは硬化してからちょっと時間が経ってしまっているとオーロラパウダーが綺麗につかないので注意してくださいね。最近ウルウルネイルや氷ネイルで人気のあのすごいオーロラにピカッと光るオーロラパウダーではないんですけれども、光が当たったところがパープルに輝くというね、とっても可愛い、なんだろうな、このベースのミントを邪魔しないようなオーロラパウダーです。一度ノンワイプトップでコーティングしたらトップジェルでもう一度しっかりとコーティングしていきます。パウダー類をジェルネイルで使うときはジェルとジェルの間に異物が入ることになるので、薄い仕上がりにしてしまうと取れてしまう可能性があるんですね。カラージェルまでは残ってるけどパウダーから目がパカッと外れてしまったっていうことがあるので、しっかりと固めのトップジェルでコーティングしてから、最後は私がいつも大好きで使っているツヤっと仕上がるノンワイプトップを塗って仕上げていきます。今回はね、とってもシンプルなワンカラーネイルなんですけれども、すっごい可愛く仕上がりました。やっぱりね、ワンカラーネイル可愛いですよね。あと流行りのもっとね、オーロラにキラキラ光るパウダーもとっても可愛いんですけれども、こちらのオーロラパウダーは光の当たった部分の色が変わってベースのね、お色は変わらないので、こちらはこちらでやっぱりとっても素敵だなと思いました。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もしてくださいね。また見てね。